石森太氏に、石森太氏、に、石森大事、1983年2月10日隊は、宮城県多賀城市出身の日本の男性プロレスラー。血液型大型。東流門に応募し、休憩生として、メキシコへと渡る。2002年5月11日、メキシコアレナコリセオでの対橋本氏の戦でデビュー。メキシコでの活動後、 2003年1月19日、東京ドームで開催された、ファンタジーファイトレッスル -1-2 への出場で、日本デビュー、近藤季修二、弦、近藤修二から、高速裏カンラで3カウントを奪い関係者から高い評価を得た。東流門 X 時代は、佐藤修、現、バラモン修、佐藤恵、現、バラモン K と共に、セーラーボーイズというユニットで活動しにいた。 5月11日メキシコで行われた、ウアー世界ウェルター級王座決定戦で、スペルクレイジーを破り、第34代王者となる。デビューしてちょうど1年で、初体感した。2004年、ドラゴンゲートの旗上げ時は合流せず、東流門に残り、新日本プロレスや、道の区プロレスに参戦。2005年、ドレアガンドアへ合流して、同団体のエース候補となった。 2005年7月からは全日本プロレスへの参戦を果たした。2006年、エルドーラドのエースとして期待されていたが5月17日のエルドーラド渋谷クラブアジア大会を最後に対談を発表した。そして2006年4月23日プロレスリングノア日本武道館大会ではノア初参戦にして、ケンタの持つ GHC ジュニアヘビー級王座に挑戦して、 大座獲得はならなかったものの、以後は、ノアヘレギュラー参戦することになった。当初はノアへは、スポット参戦であったが、石森の並々ならぬ決意から、地方大会にも参加、2006年7月シリーズより、全戦参加した。ノア道場で練習しており、セコンドに着くなどノアの若手ブランド大会である、プロレスリングセムにも参加しながらく準所属状態に、 なっていたが、2008年1月から正式に、ノア所属選手となった。2008年3月20日、ドラゴンゲート、大田区体育館大会にて、高木慎吾 &BB ハルク組から、GHC ジュニアヘビー級、タッグ王座をダッシュ、パートナーは健太、第9代王者チームとなった。2009年3月、TBS 番組、サスケに出場するもファーストステージの、 ジャンピングスパイダーでリタイアとなった。2009年6月、ケンタと決別し、ヒールターン、新たに金丸義信とタッグを結成する。コスチュームも黄色から赤に変更し、ワイルドな風貌へイメージチェンジを図ったが、結局は再びケンタとタッグを組むことになり、元の鞘に収まった三沢光春の自己死によるカード再編成のため。また、 レスラー活動と並行してボディビルの大会出場を目指し肉体のビルドアップに努む7月に初めて出場したボディビルコンテストでは準優勝の成績を収めた2010年6月新日本プロレスで開催されたベスト・オブ・ザ・スーパージュニアに出場2011年4月ケンタ、金丸、平柳玄藩の3人が結成した藩大制勢力 ノーマル氏に対抗するために、鈴木小太郎、青木厚氏と結託して対抗ユニット、アンムを結成して、ノーマル氏と徹底抗戦を繰り広げた。2011年7月、6人タッグマッチで、左足関節外即側副靭体損傷で欠場。ザック・セイバー・ジュニアと出場予定の、第5回、日テレジーハイ争奪ジュニアヘビー級、タッグリーグ戦を辞退して、 石森の割に、海援隊土女の滝沢博が出場した。2012年1月、塩崎剛がアンムに加入するなど同ユニットの勢力が拡大する中、居場所を失ったことを理由に、アンムを脱退、丸富士聖堂と杉浦隆の新ユニット、丸富士軍、ブレイブに、同月29付で正式加入する。同年の日テレジ杯ハイジュニアヘビー級。 タックリーグ戦には新たにブレイブに加わった小峠敦紙と新チームを結成して出場して優勝を飾った。その後、2014年3月8日に原田大輔に敗れるまで GHC ジュニアヘビー級王座を10度防衛して過去最多防衛回数を記録している。 2016年7月から8月にかけて開催された新日本プロレス主催のスーパー J カップに出場したが1回戦で新日本プロレスの櫛田に敗れた2017年よりインパクトレスリングに参戦11月5日にタイソンダックスを制して X ディビジョン王座を獲得した2018年3月12日にプロレスリングノアを退団しフリーとなる また、ハイ69と結成した、タッグユニット XX も、解散となった。5月4日、新日本プロレスのレスリングドンタクにて、タマトンガに、ニューボーンソルジャーとして、リングに呼び込まれ登場し、バレットクラブのメンバーとなった。8月12日、マーティス・カル、ニック・ジャクソン、マット・ジャクソンの3人組が保有していたネバー、無差別級6人。 タッグ王座にトンガとロアの3人で挑戦、合体攻撃によるチーム力を見せつけ、11分26秒にトンガがスカルをホールして勝つ年、記録は体がため18大王者となった。試合後、バレットクラブオリジナルがチャンピオンベルトを放り投げる暴挙に出た。2019年1月4日、東京ドーム大会で IWGP ジュニアヘビー級王座に挑戦。 ブラディクロスで串田をマットに沈め初体感を果たした。田口隆介に黒歴史であるセーラーボーイズについて暴露される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。